保安条例は、1887年12月25日に、制定、発布され、即日施行された直例である。全7条。1898年6月25日、保安条例廃止法律により廃止された。自由民権運動を弾圧するための法律で、治安警察法や治安維持法と並んで戦前日本における弾圧法の一つ。 集会条例同様、秘密の集会、結社を禁じた。また、内乱の陰謀、強さ治安の妨害をする恐れがあるとされた自由民権派の人物が、同条例第四条の規定に従って皇居から三里以外に退去させられ、三年以内の間その範囲への出入りや居住を禁止された。これにより退去を命じられた者は、 12月26日夜から28日までに、総計570人と称されている。この条例により、東京を退去させられた主な人物には、尾崎幸雄、星通る、林雄造、中江町民、片岡健吉、北川貞彦、三永星雄、中島松園、中島信幸、横川正造、山本幸彦、岩崎万次郎、奥村滝守らがいる。 当日各警察署の巡査の半数は、芝公園や余い者での忘年会に参加していたが、総員引上げの命が発せられて、諸子市,市が拘留された。退去者の多くは、横浜、浦和に退去せられたが、東京市中の混雑は非常なもので、赤坂仮公共は、この絵方兵に代替で経営せられ、また、大幹の公師邸のあった麹町区内は、警戒を、厳にした。また、 保安条例は拡大解釈によって民間で憲法の試案を検討することを禁じた。結果、市議憲法が政府に持ち寄られて議論されず、逆に弾圧の対象となったため、大日本帝国憲法には一切盛り込まれなかった。なお、同条例が適用された著名な例としては、第2回衆議院議員総選挙の時の高知県などがある。 1891年1月13日に、警視総監は、総司など54名に、保安条例を適用し、議会開会,会中公共三利外に退去を命令し、2月11日に、さらに8名に退去命令を出した。1892年2月9日に、内閣は、高知県下に、保安条例の一部を20日間適用する旨交付した。選挙戦撃下のために即日施行された。 2月23日に佐賀県岸島富士津二軍にも15日間試行を交付した。5月21日に在京の民党系総士ら143名に退去命令。30日にも37名に退去命令。ありがとうございます。